心に入れている。一生なんですよね。例えばゴルフで前のホールダブルボギー叩いた時にやっぱね次のホールに引きずっちゃうんですよ。僕ねそれってなんかライブにもつながるんですよね。例えば全ライブ僕、まあ、ベストコンディションなわけじゃないわけじゃないですか。でもそういう時にいい歌を歌えたりする時があるんですよね。次はね、左打ち。やっぱその右打ちばっかしてると腰とかの筋肉のつき方がやっぱねちょっと偏っちゃうらしいんですよね。でその左打ちをやって脚切りをねとりあえず目指そうかなと。バラに水をあげてます。毎朝の日課ですね。